さて続きましては木管楽器が主体となったアンサンブルでお送りいたしましょう。舞台は情熱の国スペインへと変わります。今となっては世界で最も有名なオペラの一つとなりましたカルメンを今日はメドレーでお送りいたします。自由気ままに生きるカルメンに恋した真面目な兵士ホセ、二人は結ばれますが、ホセの人生はそこから大きく狂い始めます。気が変わりやすいカルメンはエスカミーリョという男に浮気をし、すぐにホセを見捨ててしまうのです。失恋し嫉妬に狂ったホセがカルメンを殺し、その幕は下ろされます。このオペラから生まれた数々の旋律はテレビ番組の BGM などでもたびたび使用されていることから耳にされた方も多いのではないでしょうか。そんな名曲を今日は8人の演奏者による情熱的な演奏でお楽しみください。オペラカルメンメドレーです。
ありがとうございました。オペラカルメンメドレーをお聴きいただきました。世界で最も有名なオペラの一つというふうにご紹介いたしましたが、耳なじみのあるメロディーたくさんありましたね。まあ、そうしたメロディーが流れてくると自然に体が反応しますね。そしてそのおなじみの旋律も演奏のスタイルによって随分印象が変わるもんですね。今回は8人の奏者による演奏でお届けいたしました。オペラカルメンメドレーでした。